スリー・クー・ウーター失踪は、イギリスの小説家、アーサー・コナンド・イルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち35番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1904年8月号、アメリカのコリアーズ・ウィークリー1904年11月26日号に発表。1905年発行の 第3短編集、シャーロック・ホームズの期間に収録された。ある朝、ホームズのもとに、スリークォーターがいなくなったという不思議な電報が届いたが、スポーツに疎いシャーロック・ホームズには何のことかわからない。そのうちに、電報の発信者、シビル・オーバートンがやってきた。オーバートンは、ケンブリッジ大学ラグビーチームのキャプテンで、国際試合に出場するほどの名スリークウォーター。 コドフリー・ストーントンが、オックスフォード大学とのラグビーの定期戦を前に、突然失踪してしまったので探してほしいという。前日の深夜に、ストントンが泊まっていたホテルに一人の男が、やってきて、一緒に急いで出かけていったらしい。ホームズは、ストントンの泊まっていたホテルの部屋を調べた。そこで、ストントン自身が書いた電報の一部を見つけたが、 その宛先は不明だった。また、医者の領収書も見つけたので、ストントンは健康に問題を抱えていたのかもしれない。あるいは、ストントンのおじで、大金持ちのマウントジェームズ卿の財産を狙った、誘拐事件の可能性も考えられる。いずれにしろ、電報の宛先こそ、事件解決の糸口になると考えたホームズは、電報に対する返事が来ないので差し出し人命を、 きちんと書いたかを確認したいという巧妙な手段を使って控えを見せてもらい、伝文内容と宛先を確認した。ケンブリッジへ向かったホームズとワトスンは、ストントンが電報を送ったレズリー・アームストロング、博士と面会した。アームストロング博士は、ストントンは、親しい友人だと認めたが失踪のことは知らないという。ホテルにあったアームストロング博士からの領収書を示すと、 怒りの表情を浮かべた。電報のことを聞けば、マウントジェームズ教に関わりたくないと言って、部屋から追い出されてしまった。ワトスンを近くの宿に待機させ、ホームズは一人で調査に出かける。ホームズは、博士が馬車で出かけるところを見て、自転車を借りて追跡したのだが尾行に気づかれてしまう。また、近隣住民からは、 医学の論文作成で忙しくおしんなどしないはずの、博士が馬車で何時間も出かけたことが疑問視されていた。両見に後を追わせるホームズたち次の日、ホームズは1日をかけて、アームストロング博士が馬車で向かった方向にある4つの村で情報を探すも、博士は愚か馬車を見かけた者は誰もいなかった。その日の新聞の夕刊には、シビルが心配した通り、 名戦主ストーントンのいない、ケンブリッジ大学が破れたと書かれてあった。さらに次の日、ホームズは、アームストロング邸に忍び込んで馬車の車輪に考慮を、かけておき、両剣にその後を追わせた。両剣は初めに、博士の馬車が昨日向かった方向へ走ったが、やがて脇道に入りまた方向を変えて本堂に出て、さらに脇道を通るなどして、最初の方向とは逆に向かっていった。 そのうちに、アームストロング博士の馬車が走ってきたので、ホームズたちは危ういところで身を隠した。馬車の中で、博士は鎮痛な表情で頭を抱えていた。両犬はついに一軒の小屋の前にたどり着いた。その中からは、すずりなく声が聞こえてくる。妻の死に嘆き悲しむストーントンホームズたちは小屋に入るのを躊躇していたが、 アームストロング博士の馬車が戻ってくるのが見えたので、思い切って中に入った。そこには、若い女性の遺体と、その脇で泣いている若い男の姿があった。ホームズが、ゴドフリー・ストーントンかと問いかけると、そうだと答える。アームストロング博士も入ってきて、相変わらず敵対的な態度をとるので、ホームズは、マウント・ジェームズ今日の依頼は受けていないこと、ストーントンの所在以外に、 興味はないことを説明した。アームストロング博士は誤解していたと認め、ホームズと握手する。そして、博士の説明により、次の事実が判明した。ストーントンは一年前におじに黙ってひそかに結婚していたが、ストーントン夫人が難病になり、容体が悪化してしまう。ストーントンを援助していた博士は、 夫人の父親だけに連絡した結果、ホテルへストーントンを呼びに行ってしまった。それ以来ストーントンは、この小屋で妻に付き添っていた。晴天には7年から8年ほど前の2月の事件と書かれているが、この当時のケンブリッジとオックスフォードのラグビーの定期戦は12月に行われていたという記録がある。研究家たちはこの事件が12月に起こったと考えるものが多い。 ジャック・トレイシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮らし正道役、川で処防新社、2002年、185ページ。ありがとうございます。